個人の性格っていうものは人それぞれなので、宗教によるとは限らないんですけども、こういう宗教の人はこういう傾向があるなっていうのは、ちょっと私の中ではお話できるかなと思います。もちろん圧倒的に私無宗教の人と付き合ったことが多いし、自分も無宗教なんですけど、宗教に対してやっぱり世界94カ国を回ってきて全く偏見がなくなりました。もちろんちょっと怪しい宗教とか別ですけど、一般的なこうメジャーな宗教とかで偏見とかは全く持ってないです。昔は持ってました。昔はやっぱり宗教に対してちょっと怖いとか、そういうね、不透明な部分を抱いてたんですけども、今はいろんな国を旅していろんな宗教の人を見て、ああなんかその宗教を持ってる人に対しての偏見は今一切ないです。これはやっぱ実際その宗教の人といろいろ接してみないとわからないことかもしれないんですけど、はい、どの宗教だろうが同じ人間なのであまり関係ないかなと思ってます。ブラウス旅に出ようの著者、旅作家のエミリエコです。今回は質問をいただいた内容にお答えしていきたいと思うんですが、あゆみさんはいろんなね、世界94カ国旅していろんな男性とお付き合いされてきたと思うんですが、どんな宗教の方とお付き合いされた経験がありますかっていうね、ご質問をいただきました。はい、そうですね、私が世界94カ国を旅してきて、いろんな宗教の方とお付き合いをしてきましたし、いろんな国の方とお付き合いをしたことがあります。それはやっぱり短いものから長いものまで含めるといろんなことがそれなりにあったんですが、はい、いろんな宗教の方とお付き合いをしたことがあります。もちろん無宗教の人もいますし、仏教の人もいましたし、イスラム教の人もいましたし、あとユダヤ教の方もいましたし、はい、いろんな宗教の方がいまして、カトリックの方もいましたし、プロテスタントの方もいました。宗教がこうだからこういう男性だったっていうのは一概に言えないと思うんです。それはやっぱり個人の性格っていうものは人それぞれなので、宗教によるとは限らないんですけども、こういう宗教の人はこういう傾向があるなっていうのは、ちょっと私の中ではお話できるかなと思います。イスラム教徒の男性っていうのはやっぱり女性に対して処女性を求める部分がすごくあると思います。結婚するのも処女じゃないとやっぱり結婚しづらいっていうのが文化としてまだ根強く残っていて、で皆さんやっぱりそれをね、戒律を守れなくて、まあ結婚前に婚前交渉しちゃう方も中には結構いるんですけども、わざわざね、処女膜の再生手術をして、まあ、いかにも処女であるかのように見せて、それで結婚するっていうケースも多いぐらいです。これやっぱりイランとかそういうね、ちょっと敬虔な、イスラム教徒の方が多い国はこの傾向が強いです。敬虔なイスラム教徒の方は自由恋愛っていうよりも自分の家同士が決めた結婚で、結婚式の当日にその結婚相手と初めて顔を合わせるっていうような、ちょっとね、日本ではありえないような文化もあったりするんですけども、まあ、私がお付き合いしたのはそういうもうすっごくガチガチなイスラム教徒の方ではなかったんですけども、やっぱりね、食事の文化は違いますよね。ハラル食だったりとか、まあ、豚肉を食べないとか、そういった食生活の、まあズレっていうのもありましたね。私はお肉何でも食べるので、はい、でも相手は食べない。だからちょっとその行くレストランとかも、まあちょっと困る。私は何でも食べれるけれども、向こうはハラル食じゃないといけないとか、そういった、まあちょっと困ったこと、まあ困ったことでもないんですけど、そういった違いで、まあズレは感じたことはあります。まあ、1日5回お祈りをする方とかだと、その時間が来ると、お祈りできるところに行って、お祈りをしたりとか、突然そのなんか、シートっていうマットを床に敷いていきなりこうアザーンとともに礼拝し始めるので、1日5回それがあると、ああなんかその時間私どっかちょっと違うとこ行ったりとかしたりして、そういうまあ文化のね、違いっていうものはすごく感じましたけど、その人はの場合ですけども、やっぱり何かに対して信仰がある方っていうのは基本的にこう規律が守ることがすごくできる人だったりとか、
はみ出たことをしないっていう人が私はすごく多いなと思ってるので、宗教を持ってるからといって自分は無理とか合わないわとかそういうのを全く感じたことは一回もないです。カトリックの方はやっぱり浮気とか離婚っていうのがなかなか難しい文化なので、浮気に対しては結構厳しかったと思いますが、でもプロテスタントとかもカトリックの人って日本人でもいっぱいいるし、そんなに宗教の違いっていうのを感じたことなかったです。で、私が一番こうしっくりきたなっていうのがやっぱりユダヤ教の方ですね。ユダヤ教の方はやっぱりね、経済的にも豊かな方が多くて、いろいろね、体制されてるというか、仕事で成功されてる方が比較的多いんですよね。これはあくまでね、私がお付き合いした人の場合、他の方はどうかわからないですけども、その方はね、すごく知性と思いやりと、経済力と仕事と、もう全てがね、パーフェクトに、人よりも群を抜いて、できる方だったんですよ。内面が素晴らしすぎて、こんな完璧な人世の中にいるんだなっていうぐらいに、自分がどうあるべきか、どう生きるべきかっていうのを客観視ができてる人だったんですね。だから本当に喧嘩したことも一度もないし、私がもううわーってこう生理前とかになっちゃっても全然なんかそういうのも受け入れてくれたし、どちらかというと私がギャーってなってる時に頭ポンポン撫でてこうハグしてくれたりとか、もうなんか人間ができすぎてて、逆に私でいいのかなって思うことの連続で、もう多分結構その方長かったですけど、一つも嫌だと感じたことがなかったですね。それぐらい完璧すぎちゃって、もう人生でこういう人になりたいって思うぐらいに波がない穏やかな人でしたね。やっぱり仕事も体制して裕福っていうことが、やっぱ心のゆとりにつながってたのかもしれないですけども、はい、人間として本当に尊敬できるところばっかりで、はい、で、私が他にもユダヤ教のお友達いるんですけど、皆さんやっぱ素晴らしい考え方の持ち主なんですよ。もうこれは、なんでかわからないし、宗教の問題でもないかもしれないし、たまたま私が出会ったユダヤ教徒の方がそういう方が多かったっていうだけかもしれないんですけども、比較的やっぱりそういう方がユダヤ教の方には多いような気がしますね。やっぱりね、小さい頃からの養育環境がいい方っていうのは、すごく素晴らしい教育環境もあったってこともありますし、やっぱり品がいいっていうかね、ユダヤ教徒の方は本当にマナーがね、素晴らしくいい方が多いんですよ。だから人に対して嫌なことも言ったりしないし、とにかく思いやりがあるというか、はい、エチケットとかマナーに関してもビシッとね、幼少期からこう身についているものがある方が多いと思います。もちろん圧倒的に私無宗教の人と付き合ったことが多いし、自分も無宗教なんですけど、宗教に対してやっぱり世界94カ国を回ってきて全く偏見がなくなりました。もちろんちょっと怪しい宗教とか別ですけど、一般的なこうメジャーな宗教とかで偏見とかは全く持ってないです。昔は持ってました。昔はやっぱり宗教に対してちょっと怖いとか、そういうね、不透明な部分を抱いてたんですけども、今はいろんな国を旅していろんな宗教の人を見て、ああなんかその宗教を持ってる人に対しての偏見は今一切ないです。これはやっぱ実際その宗教の人といろいろ接してみないとわからないことかもしれないんですけど、はい、どの宗教だろうが同じ人間なのであまり関係ないかなと思ってます。はい、そんな感じです。この動画がもしよかったよ、参考になったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あゆみりこでした。